さてこれは何でしょう。これは城西干しですね、安井商店、羽曳野の肉屋です。でそしてこっちにあるのがね、これですね、特上菜干し。そしてこの特上菜干しが切ったものがここにあるんですね。ここに切ったものがあるっていうことは、つまりですね、これはもう一つということですね。はいはい。なかなか手に入らないものなんですけども、手に入れました。そしてこれを食べてみると、あのね、まあ菜干しってつまりは馬肉の燻製なんですよね。ハムなんかと違ってこっちの方が塩味は少ないですね。でね、前にもあれは小林畜産の会津の馬肉だったのかな、高い肉ってね癖がないんですよね。で僕も最高級のね、あのジビエのイノシシなんか食べたことあるんですけど、ほんと下手したらね、スーパーで売ってる肉よりもさっぱりしてるんですよ。ところが、このね、菜干しっていうのはその対極にあるものなんですね。もうね、噛めば噛むほどこう、肉肉しい味と香りが出てくると。個人商店の肉屋なんか入ると、なんか肉屋独特の匂いがあるでしょ？あの独特のあの肉肉しい香りがもう凝縮されてるっていう感じですね。だからね、本当肉っていうね、味わいが好きっていう人はね、もうこの菜干しおすすめです。もうあの、これね、味薄いんで、香りは強いんですよ。味薄いんです。だから、醤油かけてやるとですね、こう何杯もご飯いけますね。ということで、安井商店の特上菜干しの、レビューでした。